皆さんこんにちは。ジョファアートスクール校長の松尾雅子です。今日のテーマはひまわり。最初によく観察しましょう。まずは簡単なひまわり1から。お花を描く前にまずガイドラインを鉛筆で大小の円を描きます。中心を通る十字線も描いておきます。準備 OK ですか？ペンを用意してください。まずは外側の円をなぞります。ひまわりのしべ部分は丸の中に格子が入ります。格子模様は縦線と横線が交わった模様ですね。はい、これを入れていきます。十字線に沿ってまずは縦線を入れていきます。落ち着いて丁寧に描いていきましょう。次に横線ですが、描きやすいように向きを変えてもいいです。ちょっと隠れてしまいました、ごめんなさい。そしてはい、格子になりました。ひまわりの簡単なイラストはですね、このようにしべの部分を格子に描くことが多いです。次に花びらです。ひまわりの花びらは細長い U 字の花びらを描きます。先端は尖らせても大丈夫ですよ。この時にガイドラインのこの円がとても役に立ちます。中心から放射線状に出していきましょう。隙間からも花びらを覗かせていきましょう。ひまわりは花びらが多いのでこのように描いていきます。ガイドラインの十字線をよく見ながらですね、放射線状に描いていきます。時々花びらを重ねたり覗かせたり。向きを変えて描きやすいように十字線に沿って放射線状に出すのが一番のポイントです。はい、これでひまわり1、簡単なひまわりが完成しました。次に少しリアルにしてみましょう。ひまわりの2の描き方にチャレンジしましょう。基本は一緒ですが、ガイドラインの円、内側に2個追加になります。十字線は同じように鉛筆で描きます。準備が OK ですか？次はペンを用意して花芯から描いていきましょう。2つ目は飛ばして3つ目の円の輪郭を取っておいてください。さてここでしべの描き方を今から丁寧に解説します。まず最初の黒い丸、ここは塗りつぶします。次は輪郭を取らなかった一つ外側の部分、ここは点々で埋めていきましょう。そしてその外側は小さな白い丸を描きます。
ガイドラインに沿って小さな白い丸を描いて、隙間は塗りつぶしていってください。このようにしておくと、後で色をつけた時にとても綺麗なシベのグラデーションができます。はい、シベの完成ですね。次は花びらの描き方です。今度は少しリアルに描いてみましょう。先端を尖らせてシワも描きます。ひまわりの花びらは薄くて縦じわがあります。またひらひらしてますので形にも変化をつけましょう。それでは外側のガイドラインに沿って放射線状に花びらを丁寧に描いていきましょう。十字線に沿って放射線状に描くのがポイントですよ。描きにくいときは紙を回して無理せず手が動きやすい方向で描いていきましょう。時々花びらを重ねたり覗かせたりしていきます。隙間からも花びらを覗かせながら丁寧にゆっくりと描いていきます。花びらは順番に描くよりもこのように十字線に沿ってところどころ描きやすいところを描いて、後で隙間を埋める重ねていくという方法が描きやすいと思います。次に縦じわです。ひまわりの花びらは薄くて縦じわがあります。他の動画でガーベラやマーガレットの描き方も解説しますが、それとの違いはひまわりは上からもシワが全体に入っていることですね。マーガレットは内側に入れるんですが、ひまわりは外側にも入れてください。全体に薄い縦じわがあります。上からと下からと。このように細かく描いていくとリアルさが増していきます。とても繊細な感じに見えますね。はい、ずいぶんリアルな感じになりました。ひまわり1と比べてひまわり2、とてもリアルな感じがします。いかがですか？色もつけてみましょう。実物を観察して。ではご覧いただきありがとうございました。